はいどうもビバです。この結構見慣れた映像、糸状ゴケなんですけど、こちらの水槽30センチキューブ水槽でオキシドールを添加して糸状ゴケを退治しようという、そんな検証を現在行っています。現在10日ほど経ったんですが、まだ効果はあんまり現れない。もう寒くて舌が回らない。もう皆さんのところどうですか？寒いですか？北海道なんか一桁台じゃないかっていうぐらい朝晩寒いんですけど、やばい、熱帯魚のヒーターとかもそろそろ考えないといけないですね。あ、すいません、何の話でしたっけ。あ、この30センチキューブ水槽、オキシドールで糸状ゴケを退治する、そんな検証の真っ只中なんですが、ただ何もしないで待っているのももったいないので、検証に影響しない範囲でやれることはやろうということで、このアルテラナンテラレインキーミニ、こちらこの30キューブ水槽にはちょっと量が多いと感じていたので、これをボトルアクアと60センチ水槽に移そうと思いまして、それを実行しました。そしたらですね、ボトルアクアでちょっと変化が起きましたので、まずそちらをご覧ください。こんな感じでボトルアクアにアルテラナンテラレインキーミニを植えたんですが、糸状ゴケにミナミヌマエビが速攻でつまつましに来たんですよね。もちろんこれつまつまいじってるだけじゃなくって、ちゃんと苔を食べてくれているようです。30センチキューブ水槽では生態にあまり頼らずにオキシドールで糸状ゴケを退治するという検証なんですけど、いや、生態の力侮れないですね。もちろん30センチキューブ水槽にもエビは入っていて、ミナミヌマエビが何匹だろう、5、6匹とヤマトヌマエビが3匹入っています。ただそちらのエビたちはなかなか糸状ゴケを食べてる感じがしないんですよね。いや、食べてるかもしれないんですけど、圧倒的に糸状ゴケが多いだけなのかもしれないです。ただミナミヌマエビ専用水槽に入れた途端これなので、ひょっとしたらミナミヌマエビ糸状ゴケ退治にめちゃめちゃいいんじゃないかと思いました。で、この映像だけではあれなので、実際にミナミヌマエビが糸状ゴケをどのくらい食べてくれるのかを長時間撮影してみたので、そちらを見ていただきたいと思います。20分くらい撮影したものを10倍速でご覧いただきます。まず30センチキューブ水槽から実験用の糸状ゴケを採取します。チョキン、いいコケっぷりの葉っぱですね。採取した糸状ゴケを普段あまり映像に出てこない水草育成小型水槽にセットします。この水槽にはミナミヌマエビが多数入っているのと、あとオスのベタが入っています。癒着くんですね。あ、そういえばこのストック水槽には糸状ゴケが生えたことがないんですよね。これもミナミヌマエビがたくさん入っているから糸状ゴケ生えないのかな。こんな感じで見えるかな、これで見える。もうちょっと下の方、あ、なんかもうエビがもう狙ってる気がする。あ、これでいいですね。この状態で約20分間の映像を撮りたいと思います。これを10倍速でご覧ください。
いかがでしたか？南沼エビの群上がり方がすごいですね。エビの暴力。20分で葉っぱが見事に綺麗になりました。あと気づかれた方いると思うんですけど、葉っぱ食べられてますね。左が水槽に入れた直後で、右が20分経過後、葉っぱの先っぽが丸く食べられています。この葉っぱは切ってすぐ入れたものなので、結構新鮮シャキシャキな状態です。大和沼エビの食害っていうのは結構効いていたんですが、南沼エビも水草食べてしまう場合もあるんですね。よく見てみると糸状苔まだ少し残っています。ただ葉っぱの縁全体に生えていた糸状苔がここまで減りました。南沼エビ一時は6匹ぐらい群がってましたね。こんな小さな葉っぱに6匹のエビが集団で襲いかかる。どんだけお腹減ってたんだろう。道理でこの水槽の水草は苔が生えないわけです。さて、南沼エビは糸状苔食べてくれたんですが、大和沼エビはどうなんだっていう話なんですよね。我が家の60センチ水槽に大和沼エビが10匹くらい入っているんですけど、その水槽に入っている糸状苔はなかなか減らないんですよ。というわけで60センチ水槽にもこのアルテラナンテラレインキミニプラス糸状苔植えてみたんですが、入れた直後は全然エビが来ない。もう全然興味がないのかっていうくらいエビが来ないんですよ。ヤマトも糸状苔食べるって聞いていたんですけど、ダメなのかなと思っていたところ、一晩開けて見てみると結構減ってました。今ちょうどヤマトヌマエビ見えていると思うんですが、おそらくこのヤマトヌマエビが糸状苔食べてくれたんじゃないかなと思います。この水槽には南沼エビは入っていないので、他に苔食べる生態はオトシンクルスくらいですね。でもオトシンって糸状苔食べるのかな。あと不思議なのは、アルテラナンテラレインキーミニに生えていた糸状苔はここまで綺麗になったんですけど、その他の水草に生えている糸状苔はこの前からずっと生えてるんですけど、一向に減る気配がない。これは何なんだろう。新鮮な糸状苔が好きとかそういうのはないですよね。やっぱり糸状苔の総量が多すぎるのかな。大和沼エビを例えばもう10匹追加とかしたら、ひょっとしたら糸状苔撲滅できるかもしれない。まあただあんまりエビばっかり増やしても仕方ないので、何度かね、今やってる実験オキシドールで糸状苔退治成功させたいところですね。というわけで今回は南沼エビが糸状苔をめっちゃ食べてくれたっていう動画でした。結果だけ求めるのであれば、オキシドールだけに頼らずにこうやって生態で対処するのも全然ありだと思います。特に南沼エビは小型水槽にも合いますし、見た目も可愛いので、観賞用生態兼優秀な苔取り生態として水槽にお迎えするのも良いかと思います。今見てもらってるのはチエビちゃんですね。水槽の中で勝手に増えてくれるのも南沼エビのいいところ。というわけで今回の動画は以上です。もし気に入ってもらえたら、チャンネル登録やコメント評価お待ちしております。 Twitter などで動画拡散してもらえるとめちゃめちゃ喜びます。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。